デズデモーナ、一つだけ言わせて。パトリオットはインスティチュートからうまく逃げられなかった。彼は避難中に死んだ。わかった。一つ謎が解けたな。私じゃなかった。この文字を読んで、それから破り捨てて。もうそのことは話さない。みんなここにいるわ。インスティチュートを相手に戦いを挑むのには多くの犠牲が必要よ。我々は多くを失った。ハイライズやグローリーのような偉大なヒーローを、そして他の多くの人々も。最後の打撃は特に痛いものだった。不公平だったわ。パトリオット、何年もの間パトリオットは秘密の武器だった。彼は多くの人造人間を逃がして自由の身にしていた。その勝利は危険に満ちたものだったけど、とても貴重だった。彼の最後の犠牲により人々全体の生活がより良くなった。彼を英雄の場所に埋めるわ。以上よ。そこで探したものについている血は拭いておいた方がいいぞ。デズデモーナ、レールロードはパトリオットに大きな借金を負っている。デズデモーナ、インスティチュートの問題が解決し、現在進行中の任務を再検討しているの。 L&L ギャングは今現在私たちにとって最大の脅威よ。グローリーもずっと彼らに対応するよう訴えていた。ようやく彼女の願いを叶えられるわ。 L&L ギャングとは？ギャングというよりはレイダーに従うだけのグループという感じね。奴らは他の悪党と違い、人造人間を見つけて処刑する残虐行為に異様な喜びを感じているわ。コーサーよりも奴らに殺された人造人間の方が数が多いわ。どこに行けばいい？ L&L のリーダーの一人を発見した。名前はラッキー・テイタム。任せたわよ。最悪の相手に盾ついたな。まだ始まったばかりさ。まだ終わってない。
のクソったれはどこへ行った。なんともがっかりだ。一番の難題は隠している人造人間の数よ。キャリントンがラッキーテイタムを排除した。よし、 L&L ギャングに関する新しい情報が入ったら知らせるわ。別の L&L ギャングを見つけたわ。彼女の名前はビッグモード。私たちの知ってる人造人間を3人殺した。その復讐をここで果たすわ。任せろ。気をつけて行動してね。誰かいるのか？くらえ、この野郎。怖いのか？怖いんだろう。出ておいで。奴はいないようだ。なんだ？隠れられると思ったのか？遊ぶか？何もねえな。何百回もやってきた。みんな集中しなければ。武装した奴らはコーサーがそうしたみたいに人造人間を殺すかもしれない。モードは片付けた。素晴らしい。 L&L ギャングは頭の切れる連中ではないけど、そんな奴らでも攻撃されていることくらいは分かるはずよ。何か情報が入ったらすぐに知らせるわ。L&L ギャングに関する新しい情報よ。スティービー・ブキャナンは他のギャングと交渉しているわ。仲間を集めるためにね。その交渉が終わる前に彼を始末すれば私たちの今後の仕事が楽になる。ここから先は任せるわ。任せろ。気をつけて行動してね。
さ。人間を憎んでいた人がこんなにしてくれるなんて信じられない。スティービーは死んだ。これで他のレイダーたちも L&L ギャングに手を貸すことを躊躇するでしょうね。よくやったわ。キャリントンが話したいってさ。仲間が L&L ギャングに襲われたの。ランナーがタミーマックに捕まった。人造人間が無防備な状態よ。奴らを殺して派手なやり方で、それが警告になるわ。相手にとっては不運だけど、彼女の不注意によって足取りをつかむことができた。こちらのメッセージを送るチャンスよ。喜んでやらせてもらう。罪を償わせるわ。回せる素敵なものが山ほどある。全ての犠牲、倒れた人たち、最後には報いてみせる。キャリントンが君タミーマックを片付けた。奴らが私たちの仲間を見つける前に、残りの L&L のリーダーたちも始末したいの。ありがとう。残っている L&L ギャングのリーダーは3人よ。調査は必要だったけど、ザ・ブルーザーが隠れている場所を発見したわ。ザ・ブルーザーは組織の宿敵よ。この人造人間キラーを殺してちょうだい。任せろ。罪を償わせるわ。Thank you.
ってこいよ。せっかく楽しんでいたのに。欲しいものはあるか？待ってろ。よし、必要な時は言ってくれ。ジレ、奴らを見つけろ。お前は何か他のものだ。みんな集中しなければ。武装した奴らはコーサーがそうしたみたいに人造人間を殺すかもしれない。ザ・ブルーザーは死んだ。死んでいた仲間たちの復讐を果たすまであと少しよ。ありがとう。L&L ギャングの残党が集結しているわ。奴らは隠れているわ。でも怯えたレイダーが居場所を吐いた。キャプテンサリーを殺して、そうすれば L&L ギャングは完全に消滅するわ。任せろ。気をつけて行動してね。隠れる必要はない。すぐに全部終わる。
時は死ぬ時だ。キャリントンが話したいってさ。みんな集中しなければ。武装した奴らはコーサーがそうしたみたいに人造人間を殺すかもしれない。 L&L ギャングの残党を片付けた。L&L は長年にわたって大勢を殺し多くの血が流れたわ。簡単なことではなかったはずだけど、あなたは連邦をより安全な場所にした。特に人造人間たちにとって。これを受け取って。レールロードがプリルエンを見つけたと俺はみんなに言った。でも信じてもらえなかった。